皆さんにあのお知らせをすることができなくて、急に急に変身し急にキュンチャ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 ン急にちょっとこう変えてたんですけど、ありがとう、来てくれて、配信見に来てくれて、ありがとう。すでにメイクしてる。全然してない今さっきほらありました。朝しゃんです。でもメイクをしようかちょっと迷ってるんですよね。なんか時間が、うーん、え、何時までだっけ今日、3時4時忘れましたね。先生、放課後ホームルーム今日はあるんですけど、何時かな分からんよね多分みんなも。あれ何時だっけな、私時間あった気がする。いや、このあとあのレッスン行ってくるんですけど、私レッスン行ってから放課後ホームルームなんですけれども、え、袖口から紐が出てる。あ、ほんとじゃん、ありがとう。その間に私はメイクをしようかなって思ったんだけれども、それってどれくらい時間空いてたっけなみたいな。一部69時半から、あお、ありがとう。うん、いいね。もうまあ、髪の毛がめんどくさいんだ。外で髪の毛だってできんもんね。うん、もうなんか持っていくのがめんどくさい、その器具とか。まあ行くけど持っていきますわ、やります。もうあの向こう行ってやります。私はじゃあ、今日は髪型何がいいかな。まあ、まだ服決めてないんだけどそう、君の全てを食らうまで絶叫、あたしヴァンパイアいいの、吸っちゃっていいの。簡単な水編み、あ、水編み候補入れとこう。いや、なんか書こうと思ったけど目もない。これ書こう。編み込みできんのよね。でも編み込みちょっと一回次終わったらやってみよう。できるようにしておきたいよね。ツインテール、ティンクもっと欲しいの、ティンク私だけのツインテール、お小遣いいっぱいあったら、
投票。1、2、3、4。スタート。スターティン。見る？編み込み、三つ編み、ツインテール、ハーフアップ。何かな。はい、終了。ポチ。4番ハーフアップ。おー、絶対なんかさ、毎回さ、こう投票とかさ、パッてしたらさ、絶対ツインテールが一番多かったんだけど、ハーフアップだ。お、了解です。ハーフアップにしますね、今日は。もったいない、この余白。ここにちょっと書きます。じゃん。本日は、おかかさん、ゆうやさん、のっぴーさんのお誕生日でございます。ハッピーバースおめでとうございます。でね、なんとですね、昨日なんですけど、昨日の誕生日になんとですね、私のあの大好きで尊敬で憧れのもういろ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 入ってるんですけど、宮野真守さんの誕生日だったんですよ。誕生日おめでとうございます。昨日誕生日だった子もいて、昨日は村子さんとアンリタの誕生日でした。誕生日おめでとう。ごめんね、祝ってあげられなくて当日に。そう、誕生日だったんですよ、宮野守さん。昨日でなんか YouTube ライブしてたらしくて、ちょっと見せて、見てない見てなかったんですけど見れなかった。そうですよね、もう本当に宮野さん の、 そのライブの映像とかを見て、自分のソロ公演のためにもなったと思うし、この演出の仕方とかもね、すごい勉強になったので、本当にありがとうございます。いつもいつもいつも拝見させていただいております。あーさん今日誕生日だった、ちょっと待って。あーさんもお誕生日おめでとうございます。誕生日おめでとう。宮野さんが誰か知らない、声優さんです。宮野守っていう声優さんでございます。とても素晴らしい声優さんでございます。
誰の声をしてるの？え、いろいろある。7つの大罪だったらギルサンダー、オーラン高校ホスト部玉木先輩、あ、めっちゃあるわ、いろいろ。あれなんだっけ、刹那 F 声優もそうだよね。そうだし、あの鬼滅は出てないよ鬼滅はちょっと出てないですけれども、うん、さすがに出てないですけど、あ、デスノート、キラ、あれキラって名前だったっけ、あ、違う、違えた、あ、違う違う、ヤガミライト、ヤガミライト、デスノート、ヤガミライト、あとはちょっと出てるのは分かるんだけど、ちょっと名前が分からんのよね。ヴァンパイアナイトとかだったっけな、ヴァンパイアナイトだった気がするけど、それも出てたりそう、あの文豪ストレイドックス太宰治主人公じゃないもう、うん、にも出てて、人間失格って言ってますとか、あと君に届けにも出てたり、いろ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 出てますすごい、あの歌がすごく上手で、ビブラートがよく、なんか水木奈々さんと一緒にデュエットして歌ったりとかしてて、はあ、すごい、もうあの二人が合わさってしまったらやばいって思って、あ、そうだ、ちはやふるも出てますね。そう、キングレコードなんですよ嬉しい、ゲー、キングレコードゲー。うん、アニメのオープニングそうだね。あ、さあ、あと歌プリだ、歌のプリンス様、一ノ瀬時矢、え、嬉しい、ポタ、あとありがとうございます。ウルトラマンだろ、ウルトラマンだろ見てないけど、ウルトラマン言って、うん、やってた気がする。なんかウルトラマンだろの何々やってきましたみたいな、アニメの話したくなってきた。嬉しい、アニメの話全然してください。でも昔のアニメとかは結構見てたんだけど、最近のアニメ全然見てないので、あの最近の話は合わないと思います。分からなくて、私もいや、もう本当に見てないんです。なんかアニメ見るんだけど、昔のやつを改めて見ちゃう。そう、ランマとかね、ランマ好きなんよね。なんかあのちょっとあの恋愛の感じ、歌振りやってたの、どういうこと、歌振り、私歌振りやってるよ、あれ音ゲー携帯ゲームの音ゲーしかやってないけど、映画なんだ SAO、 まあ見てないけど私 SAO、 もうなんか
でもにゃんまありがとうございます。ガンダム系、ガンダム系はね、見てたのは一番見てたのはでもディスティニーですね。シードディスティニー、シード見てました。お兄ちゃんと一緒に見てました。だからあと G ガンダムだっけな、シャイニングウィンガーってゴッドウィンガーってやってました、お兄ちゃんが。あとはあのなんとかファイターズみたいな、なんかあれちょっとわかんないんですけど、ソードアートは、ソードアートオンラインは2期までは見たんだけど3期見てない。3期あった、あれ3期ってなんだっけ。あ、3期見てないや、2期までは見た。帰ってきてでガンゲイルオンラインやって、その後あのアスナの会、勇気の会やってみたいな。そう、3期がねちょっと全然入ってこんくて、私の中であのなんとかなんとかっていうやつでしょ、全然入ってこんくてからさ、え、何、どうしたみたいな、何がどうなったみたいな。とまだはい、飲み込められてなくて、ちょっと私は今はやっぱあの7つの滞在の続きがすごい見たいんだけど、見てしまったら終わっちゃうからってなってる。まあ漫画見てから全部してるんだけど、はぁってなってる。やっぱデスゲームじゃないと、いや、まあね、あのスリル感っていうかやっぱね、だってさ、もうソードアートオンラインのその、あ、ほんとごめんね、アニメの話してるけど、アニメの話って全く分かんない人ごめんね。あのアインクラッドの時期はやっぱりそのゲーム内で死んでしまったら本当に現実世界でも死んじゃうっていう、そのなんかそういうのがあったから、いろいろやっぱりそのキリトとかも気持ちが結構ね揺さぶるというか、みたいな、死んだよみたいなとか、いろいろあっただろうし、いろいろあったけどね。でその中でこう生まれてきたこのアスナとのこの関係で、ね、夫婦になって、そこでね、あのこうアスナが最終回かな、アスナがやられるわけよ、ずさっつって、待って誰だっけ、キリトってなって、もう立場変わるんだけど、死んじゃうんだけどギルトが、でもいや、こんなんで終われるかっつって、なんかちょっとよくわかんないこと起きて、ビューがぐしゃーっつって、あの勝つわけなんだけど、勝ってゲーム終了、そのアインクラッドのゲームが終わって、それで現実世界に戻ってきた時に、そう、一気が一番面白いよね、こう来て、もうやばい、もうめっちゃ痩せ細ってるわけよ、もう栄養も取れてないからね、もうあの天敵のやつを持ちながらアスナをこうやって探しに行くシーンとか、マジで泣けたよね。超泣けたよね、私もう本当にやばかったもん、あそこは。で淡路島の家で、まだ STU じゃなかったから、もうめっちゃで徹夜しながら見てたもん。アスナちょっとこう歩いて、もうやばかったですね。でもう2期じゃないわ、お、まだ2期じゃないんだよね、1期だったんだね。であの栄梁の世界にアスナがいると、アスナがいないと、現実世界になんでやと
そしたらエーリオンのね世界に なんとアスナがいると。引くしかないでしょ。現実世界にさいるアスナはさめっちゃ可愛いの。めっちゃ可愛くて普通のアスナなのね。でもキリトはこの現実世界に帰ってきた時めっちゃ細い、痩せ細ってもうガリガリだったのに、アスナは全然普通のちゃんとアスナだからなんでそこは違うって思ったんですけど、なんかあれなんですかね、やっぱこう栄養を与えるそのやつがやっぱちょっとアスナちゃんはちょっとお金ちょっと持ってるからみたいなそういう感じなのかな。ちょっとよく分かんなかったんだけど、ポンタハートありがとうございます。えなんかねそういうなんかいろいろ考えちゃうんだよね。やっぱなんかさ映画とかあドラマとかあるじゃん、あの普通の人間の人間の方のね、で人間の方のやつとか見てたらさあすごいなこういう演技できるなとかそういうとこ考えちゃうよね。そダメなんだけどそんなこと別に考えなくて、えでホラー映画とか特に考えちゃう。ホラー映画とかさホラーあのえなんかなんていうのお化け役とかしてる人ってどうやってあれやってんだろうとか考えちゃうんですよ。ちょっとダメだよね、考えない方がいいんですけど、考えない方が面白いんだけどね。怖すぎてのあまり考えるんですよ私は。もう考えないとダメ、ホラーは。ありがとう。今日も暑くなりそうだね。もうみんなちゃんと日焼け止め塗って行くんだよっていうねこと考えながらいつも映画とか見ちゃいます。はい、ということで、私の配信はちょっとこれにて終わろうと思います。今日は急に変えてしまってごめんなさい。でもこうして来てくれてありがとう。アレックスさん、ありがとうございます。はい、タンピオに、あそうです、一斉のでやってました。昨日今日とか、昨日今日じゃない、一昨日昨日で一緒にいたのでやろうって言って配信してくれてありがとう。こちらこそありがとう。やずかさん、タンバリンありがとうございます。来てくれてありがとうございます。では皆さんありがとうございました。13位アレックスさん、12位焼きそばさん、11位がハロタン、10位しもくれさん、9位夏みかんさん、8位ジェントル、6位7位ウランさん、6位マックスガシモさん、5位ロコポコさん、4位ポンタ、3位アーさん、ありがとうございます。天人よしさん、ありがとう。素敵の第1位がモーさんです、ありがとうございます。皆さん今日も見てくれてありがとう。明日は朝6時半からだからよろしくお願いします。ではまたの配信でお会いしましょう。バイバイ。今日も一日頑張って。頑張るよ。